ジョジョどうもこんにちは、シェフロピアです。キャップです。サスパです。ということで本日はですね、エビチリ。この間さ、山野辺シェフのお店行って、ほら俺エビチリ習ってきたじゃん、はい、食べてないでしょ。食べてないです。えらい悲しそうに言ってる。山野辺シェフがエビチリっていうかね、その中華とイタリアンは多分相性がいい。そうだから今日はそのエビチリをパスタにしようかなっていう。おお、楽しみ。ミシュランシェフがおっしゃられたことなんで、いやもうじゃあもう、うん、正解です。正解ですね。正解です。まあちょっと早速じゃあまかないやっていきましょう。いきましょう。本日の使用材料がむけえび、ゆとえびでもいいですけれども、今日はむけえびを使います。ニンニク、生姜、トマト、長ネギ、豆板醤、中華スープの素、ケチャップ、卵白となっております。で以前に山鍋シェフからエビチリの作り方自体は教わっておりますので、エビチリの作り方ね、詳しく知りたい方はそちらの動画をご覧ください。ということでやってまいりましょうか。やってまいりましょうか。もうこの辺とかね、別にもう分かりますもんね。そうそう、分かりますんで、じゃあ早速大事な部分だけやっていこうと思うんですが、はい、キャップ、何でしょうか。ネギの目入れをお願いいたします。さつこしには、こちらのエビ、ね、これもね、背わたほとんど入ってるかな。ちょっと背わたの確認してもらって、背中側に切り込みを入れて、背わたがあったら取り出して、ほとんどない、ほとんどないと思う、うん、むきエビの場合はね、結構あの頭取るときに、うん、あの一緒に取れちゃってるケースが結構多いんで、さあここでキャップがちゃんと動画を見ているか。中国料理においてネギは、ネギは、あ、電話出ちゃった。今日エビチリにネギたくさん入れるんですよ。はい。なんでだと思いますか。命だからですよ。え？命だからですよ。想像以上に多分入ってると思います。はい、多いですね。なぜか知ってますか。ネギが好きだから。大量命なんですよ。あ、なるほどね。これ今撮ってますね。あ、撮ってますよ。撮ってますね。ということは中国料理においてネギは、え、そのままじゃないですか。あなた動画見てます、ちゃんと。動画でエビチリのところは見てなかったです。見てくださいよ。ネギは調味料です。あ、なるほど、はい、そこなんか聞いたことあるよ。そうそう、じゃあ目入れからやっていきましょうか。目入れから、はい、はい、大丈夫です。間違っても別に問題ないんで。なるほど、ね、はい、まあこう普通にジョ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 ってやって、うん、やべ、なんか違うところが先だ。包丁当たってないの。まあ、これをやって、はい、あとドドドンっていう感じが通常じゃないですか。はいはい、通常は、通常はね。残念です。はい、これはね、なんでかと言いますと、刻んだじゃん、はい、ちょっと粗いでしょ。粗いです。ということは、そうそうそう、もう一回切んなきゃいけないでしょ。そうなんです。そう、そうすると、まあ、余分な水分が出ちゃったりとか。あ、知ってんじゃん。知ってんのにどうしたんですか。いやいやいや、うん、ここはなんかやっといた方がいい。そういうことなんですね。そう、なんで、まあ、僕がね、山野辺シェフから教わったやり方は、これをそうこう入れていくとさ、要は階段状にこうなっていくじゃん。はいはいはい、はい、でとりあえずこう細かく入れていって、また2周目で要は段ずらしで細かくこう入れていくと、それはそうそう、よくやってましたね。しっかり細かい状態に一発でなるようにっていうのはポイントです。それがポイントです。これって大きい方がいいんですか。この粒というか、このみじんの時は細かくしすぎない方がエビチリの時はいい。まあね、多分そのあたりは正直好みになってくる部分はあると思う。はい、まあ、山野辺シェフは結構細かかった。なるほど、もうサラサラサラみたいな感じで、もうこんな中華そばに乗ってるようなのはあかんってことですね。まあそんな感じで仕上げてますね。ネギが切り終わりまして、サツコシの方の下処理も終了ということで、はい、エビの下処理さあ覚えてますでしょうか、お二人さん。ちゃん、お、正解、よく覚えてる。ちゃんかわいいですね。結構わかりますか、ちゃんの仕方は。わからないです。わかんないですか。で、まあ、ちゃんというのはですね、まあ、この卵白ですね、卵白と片栗粉で衣を作るみたいな感じで、もそれもビャーっと入れちゃって、でもあれだよね、塩とか下味ちゃんとしておかないとエビだけ浮いちゃう感じになっちゃう。あ、そうそうそう、あ、だから先下味か、下味からいきましょう。はい、
チャンというのが一応知らない見てない方のために補足しておきますと、お湯とかね油の中に入れて火を入れていくんですけど、まあその時にこの衣がねその急激な火の入りをこう防いでくれるので硬くならない。なるほど。っていう感じですね。結構多めでいいですよね。結構ね多めだったね。そうですね。そのくらいにしてで卵白も加えましょう。じゃあチャーンお願いします。チャーン、この時のポイントとしましては、はい、やっぱりエビのプリプリ感っていうのを出さなきゃいけないんですよ。あ、ええ、なのでこのエビにまだ生きてるんじゃねえかなって錯覚させることなんですよねだから口の中に入った瞬間に蘇るみたいなで、チャンしましたら、これでじゃあこのまんま、はい、火入れをしていこうと思いますので、はい、火入れの直前ですね、に片栗粉をさらにまぶして、で、今日は湯通しでいこうと思います。湯通しで。はい。これは山野辺シェフもおっしゃってましたけど、本来は油通しですね。はい、じゃあ行きましょうか。まあ今このチャンの下ね、こちらに、こちらをちょっとつけて、つけてでペッと、もう本当に表面がつるっとなったら OK、 中半生っていう感じでね。なるほど。芯が、はい、芯が残るっていうか。そう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 いうのですね。ここで火入れすぎないって感じですね。全部入れちゃっていいですか。あ、とりあえず入れちゃおうかね。でサツコシの方が、もうパスタの準備に入ります。今日はペペロンチーノと合わせてみようかなと、はい、思いますので、湯通しの方はサツコシがこのままねちょっと引き継いでやってもらって、じゃあキャップの方はこのままエビ入りのソースを作っていきましょう。はい。じゃあフライパンにまず玉ねぎ、あ、じゃない、油、うん、そうしましたら豆板醤炒めて香りを出していきましょう。そうですね、そのぐらい入れて、ここエビチリの時ってほらエビにまとうぐらいでちょうどいいっていう感じだったんだけど、今回あのパスタとちょっと合わせるんでソース多めでいこうかなと。香りがちょっと出始めたらこれです、ニンニク生姜、ここでまた香りを出していきます。でニンニク生姜から香りが出てきましたら、はい、ケチャップ、うん、もうパスタを茹でていこうと思います。で、馴染みましたらトマト、トマトですね。トマト、いやもうこの最高ですよ、この組み合わせはこれ間違いないよね。ケチャッパーにはたまんないですね完全に効いたな、ケチャッパー。あー、いいですね。で、馴染んできましたら、中華スープの素、中華スープの素、うん、あのね、そこにそう溶いてあるんで、こちらですね。はい、こちら入れちゃいましょう。準備さえしてあれば早いよね、ここから先はね。湯通ししてくれたエビですね、これちょっと半生状態にまだなってるんで、これも加えていきます。ここで入れちゃいますね。で、ここで合わせながらエビに火を入れながら最後ちょっと煮詰めていく、煮詰めて、はい、感じになります。でもあの辛みは豆板醤のみで出す感じなんですね。あ、そうですね。で、お好みで最後にあの辛いのちょっと好きな方はラー油、ラー油、うん。で、今日はあのこれ和えるんじゃなくて、あの山野辺シェフ流でいこうかなと。そう、シェフはアレオリを作ってその上にかけたらうまいんじゃないかって言ってたんで、ちょっとその通りやってみましょうかね。チャンしたこのエビの片栗粉ついてるので、まあ、とろみ出てくるんですけれども、もうちょっととろみ欲しいなって場合はここで水溶き片栗粉を前、うん、混ぜてください。その時火は止めた方がいいですかね。あ、そうですね。このタイミングでいいですか。そうです、もうあの火がほとんど通ってっていうタイミングで、もう最後にちょっと食感残る程度の火を入れたり、そうそうそう、ね、最後に。いや、これがさ量多いよね。そうですね、うん、ね、ネギだけでおにぎりぐらいの大きさありますもんね確かにね。あとはもう全体に合わせて、ああ、うまそうだね。これはよく見るやつじゃないですか。ね、だね。あ、めっちゃうまそうだね。
完成、いただきます。エビだけ炒め、うん、おいしい。でもこれさ、今日はあの長ネギの水分そんな抜いてないからさ、これ本当に冷蔵庫でしっかり水分抜いたら、うん、また味わい全然違う。うん、うん、うまっ。これはちょっとね、合う、うん、めちゃめちゃ合う。ちょっとこれ合うな、本当に合うな、うん、うまい。ちょっとキャップにじゃあ伝えてもらいましょうか、この美味しさを。これでも真面目にうまくない？うん、混ぜ方ですね。エビがね、口の中で生き返るんですよ。目が覚めた感覚なんでしょうね、エビ的には。口の中に広がるソース、調味料のネギ、ハリケーンですよ、口の中。エビのハリケーン、分かりやすいです。伝わったかどうか微妙ですが、まあそんな感じの。でも本当美味しかったですね、うん、これは、山野辺シェフ、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。あのシェフが今度来た時に、あのまかない食べっからエビチリパスタで出してるって言ってたので、うん、客がいる間に、うん、山野辺シェフ来たらつけてね、そうですね。ということで頑張りましょう。山野辺シェフお待ちしております。ということで、また次回も何か作っていこうと思います。今月はね、まかないシリーズなるべく撮っていこうと思いますんで、キャップの勇姿をどうぞお楽しみに。僕はあの技術重視というよりはなんか面白さ重視でいつも動画撮りますちゃんとの割に今日テンション低めだったけど、ね、そうなんですね。今日はなんかあまり調子が出なかったそう、ちょっともう画数そんなないんで、全力でお願いします。明日から本気出します。明日からお願いします。それじゃあじゃあの数がすごいですよ。ちょっとね、だいぶ奮発したよね今日。それ大丈夫かな。それ大丈夫かな。OK です。